文からの動画。どうも文からです、今回も折り紙で遊んでいきたいなと思います。そして今回折る折り紙がですね、もう少しで待って、このバレンタインなんですよ。バレンタインなのでハートの折り紙にチャレンジしたいなと思います。それじゃあ準備。ちょっと光の反射でまた見えにくいやつかなまあちょっと折っていきたいなと思います。まず折り紙三角に折ります。三角ね、よっしゃ、三角に折れたら次はね、この角をこの真ん中に持っていきます。真ん中の線まで持ってくるね。こんな感じかな。よし、しっかりね折り目をつけていきましょう。そしたらひっくり返して、次はこっちを真ん中じゃなくてこの一番上まで持っていきます。よいしょよいしょ、こんな感じになると思う。こうなったらちょっと一回ね半分に折りましょう。半分にこんな感じで半分に折っちゃいましょう。あ、暗くなった。半分に折って、てかこっちの方が見えやすいか。半分に折って、折ったらね、この真ん中の線に合わせて、次はこうやって折るんだね。真ん中の線に合わせて、折る。もうこの時点でちょっとハートっぽくなってきたでしょ。ほら。あ、ちょっとピンボケ。ほら、こんな感じになったらもうハートっぽい。ここからはもう簡単で、この上の角と、この左右の角をちょっと折ってやるだけでいい。まあ、例えば、ここをこう。このね、尖ったとこを、この横のとこまで持ってくる。こんな感じで。で、こっちの角を、この辺。こっちの角も同じぐらい。折って、で、裏返せば、ほら、ハート。ちょっとこっち折りすぎたけど、ちょっとここ折りすぎたけど、で、もうこれで、ハートの完成です。これね、中にね、文字とか書いて渡してもいいよね。ハートのお手紙みたいになるもんね。さあ、まずハート、できました。さあ、続きましてですよ。続きましては、まあ、次は四角に折ります。まず、四角ね。まずは、こう折って、開いたら、もう片方のって何？よし。まずは、折り紙を縦と横に、こういう風に線をつけたら、次はこうだね。これを真ん中に持ってくる。こんな感じ。で、反対側も同じように真ん中に持ってくる。いいだ、なんかここ失敗する。よいしょ。よし、できたら裏返します。裏返したらさっきつけた真ん中の折り目。これだったらここなんだけど。これね、ここに合わせてまたこうやって折ります。三角にこっちも折ります。よし、折れたらこんな感じになります。ここをね、こういう風に折ったら横にね、白の四角が2つできます。そしたら次難しいんだけど、これ裏返したらね、ここをね3分の1ぐらい折る。3分の1なんで ここの3分の1ね。裏返したらこの四角のうちの3分の1なんで、この辺までこうゴッと折ってやります。こっちも、よいしょ。こんな感じで、ここ折ったね。ぐっと。
折ってやります。折ったらしっかり線をつけといて、でね、ここをね開きます。ここにね、こういう1枚だけ開けるところがあるんで、これを開いてやる。こんな感じに。で、開けたら、ここの角、この角を、こういうふうに折ってやりましょう。ちょっとだけ。こんなふうに。折れましたかな？次はこの横の出っ張ったところ、ここをね、こういうふうに折ります。ここをこんなふうにぐっと折り目つけたってください。ここもぐっと折り目を、で、折れたらひっくり返してみると、見て、羽付きのハートの出来上がり。可愛くないか、羽付きのハート。いいね。はい、今回は、ハートの折り紙でした。一つは羽付きのハートに普通のハートね。こっちの簡単なハートも結構いいんじゃないかな。こちらお手紙にもなるしね。皆さんもですね、ぜひぜひ折り紙やってみてください。俺の折り方じゃちょっと分かりにくいかもだけど、途中でね、動画を止めながら見れば折れるんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。よかったら高評価してください。バイバイ。